よいしょ。さすがにねお薬塗り塗り、一手だけだから、一手だけください。一歩だけ。トレーシーさん、お願いします。私、気まぐれトレーシー、元気になる秘密売ってるの。あ、これ、ランダムだっけ ?28 ミリぬりぬり、どうもありがとう。秘密の薬塗っておいたわ。ハートがゼロになった聞こえよ。また寄ってらしてね。そうだ。トレーシーさん気まぐれだからお値段変わるんだった。大勝利の値段ですよ。お薬ぬりぬりでもダメ。矢があればな。もう矢を取りに行くか。はい、というわけで、もう、ちょっとラスボスを倒すために、矢を増やします。で、もう見たらさ、この矢を増やす場所が、もうどこも遠回りするしかないっていうね。くそー。悔しいでござるー。どうあってもこの、セーブから始めると28ルピーだ。なんかどこで決まるんだろうな。この、変化点というか。ダンジョンクリアとかかなぁ。いやでもダンジョンクリアだとこう、ランダムじゃないよ。ランダム、どこで変化が起きてんのかちょっとよくわかんねえわ。まあ、ちょっとお薬はいただいておいて。よいしょ。もう必死に耐久してさ、いずれクリアできるっつんだったら、頑張り続けるというのもありなんですけど、攻撃手段がなくなって永遠に敵を倒せなくなるっていうさ、それはちょっときついっていうか、積んでるというか、キャーエッチエッチキャーエッチエッチ、のび太さんのエッチ、ちょっと、というわけで、いらんところでダメージ受けたくないんだが、こちらに向かいます。ここがよいしょ、とある秘密が隠れている場所ですね。マジックロッドがあるともう楽勝。あー、よいしょ、狭っ。よいしょ。敵は無視。で、ここに行くと、よいしょ、よいしょ。ここに隠された場所があるわけですよ。で、ここに魔法のコーナーをピラッと振りかけて、よいこぞ、よくも俺様を目覚めさせてくれたな。どうもありがとう。お礼をしてやる覚悟しやがれ。よろしいですか？
じゃあ魔法の粉を持って持てるようにしてやる。イヒヒヒヒ、よろしいですか。勘弁して。じゃあ矢を持って持てるようにしてやる。イヒヒヒヒ、よろしいですか。お願いしますだお願いしますだイヒヒヒ様、都に持てる数が増えてしまったぞ。じゃあ元気でね。また会おうぞ。また会おうぞは山の方だけど、あそこに行くルートがなんか一方通行になっててね、ちょっと残念なことになってたから、ちょっとね、もう強引に終わらせます。最終回ということで終わらせます。よいしょ。いやー、ちょっとラスボスを舐めてたわもうちょっとね、もうちょっと優しいと思ってた。昔は小学生だったからすごくきつかったんだろうと思ってた。そういう甘い話ではなかった。あ、ちょっと掘るか。体力満タンにしていこう。三三四回避。336ならば、これ3で割り切れるからね。ほほう、風の魚がこの上の卵の中でいつ終わるともわからん長い夢を見つける悪夢みたいですね。何回もリセットして悪夢みたいですね。8つの楽器を卵の前で奏でたその時こそ、風の魚は夢から覚める。それが島を出るただ一つの方法じゃて。ほほうほほう。ここまでお膳立てされたらね、さすがに。で、マリンが歌ったとか、風の魚の歌をここで歌ったとかね、言ってましたしね。でもあの時マリンは何を言おうとしたんでしょうね。風の魚は卵の中で待っておる。さあ、殻の中に入るのじゃ。ほっほう。ほっほう。聖なる卵。カメラ目線のリンクですね。はい、左。左。上。左上。我らは悪夢の中より生まれいでし者。もうリンクの足元にスタンバってる。夢という閉ざされた世界に秩序を築くがため、風の坂に永遠の眠りを与えた。これで目覚めによって島が消えてしまうことはない。我々こそ神なのだ。だがお前は来た。我らの邪魔をしに来んな。お前には我らを倒すことはできぬ。行くぞ行くぞ。魔法の粉スタンバイ。入る前にスタンバイしてきようかな。消えられると一番辛い。じゃあキャッチボールですね。一発目は絶対に外れは打ってこないでしょ。で、二発目も外れを打たないことによって、なるほどこうやって戦うのかという初見さんに覚えさせて、で、三発目から弾かどうかっていう。よいしょ、くそ、避けきれんかった。さて、4発目はどっち
ちで来る？どっちで来る？よし。5発目。さすがに5発目はそろそろ。開いた。バカなことした。ちょっと右にカーソル入れすぎちゃった。6発目。あ、わからんくなった。よし。7発目。これ、偽物を入れてくるか？おっしゃ。優しい。いらん油断をしてしまったせいで、あと1個も使っちゃったけど、ラストはね、矢が60本あったよね。60本あるからもうゴリゴリゴリってもう矢で倒しちゃう。あ、序盤はちょっと節約のために爆弾砲をせっかくやってたんで、ツインテールがね、ちょっと傾くまでは爆弾砲でやっちゃおうかな。あ、いたー。痛い痛い。俺のこと無視すんなよっていうね。もうラスボス、もう最後の戦いのことばっか考えてんじゃねえよっていう、このちょっと圧力を受けちゃいましたね。欲張って3発入れちゃった。どっち行く？うわー、真ん中来られた。うっとうしいんだよな。どっち行く？どっち行く？そっち行く。よいしょー。横移動、スライド移動。で、マジックロット。こいこいこい。で、ツインテールに、まずは爆弾55個。よいしょ。ツインテール誘導。こっち来い。こっち来い。よいしょ。こっち来い。よいしょ。こっち来い。よし、開き出した。目を開き出したんで、よいしょ。うわぁ。開いてくれない。よいしょ。開いてくれない。いや、意地悪ですね。開いてくれない。この辺かな？どうだ？ダメだ。ちょっと南に寄りすぎた。爆弾のタイミングは良かったんだけど、目を開いてくれてない。まあいいや、どうせ一発も爆弾でダメージを当てられなくてもいい。もう嫌だけで多分倒せる。 OK。あー、うっそー、シビアすぎんよー。目を開けてる時間短すぎ。ちょっとさ、まぶたを閉じたぐらいいいんじゃない？当たっても、当たってくれても、てか爆風が目にしみるでしょ。開かないかー。あー、あとほんの少しだった。くそ、悔しい。一回しか開けてくんないし。なんなの、なんなの。あー、痛い。うわー、意地悪だなー。マジかよ。一発しか敵らんっていうのはちょっと、前回めちゃくちゃ運が良かったってことだな。爆弾だけでほぼほぼあとほんの少しっていうところまで削ってたもんな。まあ、最終的にはまあ、ツインテールがずれ始めてから、まあ、ある意味本番というかね。 あそこから難しくなるもん。よいしょ。今はこうツインテールの周期が合ってるから避けやすいんだけど、このなんていうの、一番南にツインテールが揃った時にピョーンって呼べば
よジャンプすればいいから。ただで、あと追っかけてくるのもなんか今はいまいちあんま追っかけてきてないんだけど、よし、あー今の当たってくれないか、まあいいけど、当たってくれたら嬉しかったけど、あーこれちょっとだいぶ目を開けないつもりだな、これだいぶ開けないつもりでいる。風の魚の歌とか曲吹いたら目覚ますかな、目開けてくれるかな、あ開け始めたけど、あー開けてる、しまった、置いときゃよかったか。ちょっと南にずれたな。じゃあこうすっか。うわあ、あとちょい。うわ開けてくれないかー。開いたダメか、そうちょっと意地悪ですね。いやー今ので目開いていればダメージを与えられそうな感じだったんだけどな。連続でパチパチしてくれれば今のも。おっしゃ、じゃあ始めますか、そろそろ本番始めますか。よいしょ、開けてくれない目を開けてくれない、これは長期戦になりそうですね。まあでもお薬も矢もあるし、お釣り始めた、釣り始めましたね。よっよっちょー、目を開けるタイミングが絶妙にいやらしいよいしょよいしょよいしょよー、開いた、薬もあるからゴリってもいい、よいしょよいしょ、あと51本、あと50本、開いた、痛い、剣ビームがあったところでこれをノーダメージっていうのはちょっときついからな。よっ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 、おいよっおい、よー意地悪ですね。開いた、開いた。あー、しまった。よいしょ。よいしょ。最初に序盤で爆弾でダメージを与えはしたもの。ちょっとこっち行こうぜ。よいしょ。よい、ほい。あー、今はダメだ。消えてしまう。壊れてしまう、我らの島が、我らの世界が、我らの島、我ら、泥棒よ、よくぞ悪夢に打ち勝った、上がってきなさい、階段できた、階段できた、ピコピコうるせえ、これぬりぬり薬使っときゃよかったな。